テレビというのはですね、もともとなんかそこでテレビに出ると、まあ、信じやすいものでですね、なんかテレビに出てるから信用できると、まあ、いうふうに思いがちなんですよね。まあ、新聞もかつてそうで、まあ、その一番悪辣だったのが朝日新聞ですね。南京虐殺事件とか慰安婦事件とか、それから牛込柳町の鉛中毒事件とか、サンゴの損傷事件とかですね、もう山のようにこの捏造記事を作って、まあ、日本に非常に大きな損害を与えて、まあ、自分自身はまあペテン記事製造会社みたいなことで、まあ、儲けてきたと。まあ、朝日新聞には立派な記者とか編集者がいるんですけども、なんでこんな状態を長く朝日新聞の構成する人自身がですね、自分の人生もあるのに、そのこういうままにしているかっていうことがなんか残念な気がいたします。ところで最近テレビを見てますとですね、まあ、今度の共謀罪だとか、まあ、いろんな重要な問題ですね、憲法の改正の問題とか、そういう問題についてよく世論調査の結果が発表されるわけですね。私のようにやや疑い深くていろいろな角度からものを考える場合、傾向のある人でもですね、やっぱ世論調査が出てくるとですね、うっかりちょっとそれを信ずるというところがありました。ああそうか、共謀罪はこんな感じなのかとかですね、そういうふうに思ってしまうんですが、実は非常に危ないように思うんですね。それはですね、まず第一にその世論調査するまでにはあまり皆さんが例えば知りませんよね。地球温暖化もそうでした。もちろんですね、地球温暖化のようなものも最初は皆さんは、あ、地球が温暖化、温暖化って何、温暖化になるなら別に悪くないんじゃないの、寒くなると悪いけどとこう思ってるぐらいが最初で、だん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 温暖化っていうのが悪いことだというイメージができてくるぐらいですね、まあ、最初北極の氷が溶けて海水面が上がるっていう、まあ、完全な科学的な嘘から始まってですね、その現在では二酸化炭素、温暖化ガスはですね、かつて地球の 95% が温暖化ガスで、温暖化ガスが増えるっていうことは未来に向かうんじゃなくて過去に帰るんだということなんかもですね、嘘をついてるわけですね。しかし繰り返しやられますと多くの人が地球温暖化は怖いというイメージになりますね。タバコを吸ったら肺がんになるのもそうで、これも繰り返し繰り返しやられましたので、科学的な事実とは別に、皆さんがタバコを吸うと肺がんになると思ってますね。特に副流炎なんていうのはひどいもんですね。だけどもこれが定着すると今度はタバコの煙の匂いが嫌だっていう匂いの問題に変わってきてですね、それで またそこでそのアンケートが行われるっていうことになりますね。つまり意図的な記事をまず報道するわけですね。あの新聞とかテレビが自分に得になるような、まあ、例えば視聴率が上がるとか新聞の販売部数が上がる、つまり自分が金持ちになるということを目指した意図的な記事を報道するわけですね。まあ記者の理論、論理とかジャーナリズムの魂なんですが全くないわけですね。でそれをまあ繰り返すわけです。繰り返すのが重要でですね、どん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 自分の意図に向かって繰り返して記事を書く。そうするとそのうち世論が形成されますよ。世論が形成された頃に世論調査を行うわけですね。例えば、まあ、ゴミなんかの問題もそうですが、ゴミが溢れる、ゴミが溢れるってやるんですよ。全然ゴミは溢れてないんですが、溢れてないし、また将来とも溢れない、まあ、僕はその頃計算したらあと150年ぐらい経つとゴミが溢れる可能性もあるなという感じでしたが、それを8年後に溢れる、8年後に溢れると報道したんですよ。8年の根拠はほとんど書いてませんでしたね。例えば根拠を問われれば全く焼却もせず何もせずにただ乱雑に積み上げていったらとか、まあそんな感じなんですね。実際はゴミは焼却しますから、それで体積が20分の1になるので、8年って言っても160年になるんですけど、まあ、そういうようなトリックをかけるわけですね。でそれでみんながゴミがあふれると思って恐怖心が芽生えた頃、リサイクルはどうですかっていう世論調査をする。そうすると当然それまで誘導した通りの世論調査の結果になる。でそれを、まあ、世論調査の結果として報道をするわけですね。それは本当は世論調査の結果でも何でもなくて、例えば朝日新聞なら朝日新聞が作り上げたでっち上げですね。まあ、この頃の問題としては日本が侵略戦争をしたっていうのがやっぱ大きな問題でしょうね。これはアメリカ軍が日本を
落とし入れようとして作り出したギルティープログラムに基づいたもので事実ではない。しかしそれが朝日新聞がものすごくやると結局毎日新聞も追従する。そのうちそれにその報道に洗脳された学校の先生なんかが、日本は侵略戦争したとか、それから戦前の日本は軍国主義だった、全然軍国主義じゃないんですね一部の軍隊、まあ、ものすごくいましたから、軍隊の一部に好戦的な士官もいたんですけども、常に、軍隊の上層部はとか天皇陛下なんかは戦争するのが、まあ、嫌だったという、そういう状態なのにもかかわらず、一部のその、まあ、よくあるんですね、例えば犯罪する人ってのはすごく少ないんですけども、その犯罪する人だけを取り上げて社会を論じるっていう人がいるんですね。まあ、そういうやり方をすると、そして世論調査の結果としてそれを報道すると、まあ、僕なんかでもうっかりですね、あ、世論調査の結果はそうなのかと思ってしまうわけですね。まあ、今でしたら憲法改正に賛成な人はあこのぐらいなのかというか、実は作られたものの可能性が高いわけですね。そうしますと結局朝日新聞がそれの代表格なんですけども、捏造記事でも常に世論の支持を得ると、まあ、こういう風になりますね。だから、まあ、マッチポンプなんですよね。このマッチポンプを見分けるのは現代のようなメディア支配の世界では非常に難しいわけですね。まあ、このブログでもいつも何回も取り上げましたけども、ニュース女子の沖縄の高江基地の報道番組なんかでもですね、報道の方はニュース女子の方はちゃんと報道してるそれに文句をつけた在日朝鮮人の方のキン・スゴさんという人の反対の、その沖縄ヘイトだったとか事実と違うとか、そういう方が間違ってる。ところが間違ってるのにそれを調べもせずに朝日新聞と毎日新聞と東京新聞が6回ぐらいのシリーズ記事を出す。それを繰り返し読んだ人が、あれ、ニュース女子自体を見たり、高江のもちろんヘリパッドに行くっていう人はいないですからね。だからそれを信じてしまうというようなその流れになるわけですね。そうするとそれをその放送倫理委員会というのをまた取り上げる。この放送倫理委員会というのの委員は全然倫理に関係ない人が選ばれて、なんか友達関係かなんかで選ばれてるわけですね。だから全部が崩れてるわけですね。まあ、ここで言うような意図的な記事を報道する、それを繰り返す、世論が形成した頃世論調査を行う、誘導通りの結果を得る、世論調査の結果として報道をそれをされる。そうすると捏造記事でも常に世論の支持を得るということで、朝日新聞の記者が傲慢に言い放ったようにですね、朝日が書けば事実になる、朝日が書けば事実になるっていうのは、捏造記事でも朝日新聞という信頼、みんなに信頼されている報道媒体が報道すれば、事実でなくてもそれが事実になる、だから朝日新聞の記者は何書いてもいいんだと、まあ、こういう理屈になるわけですね。非常に怖い、世の中になったと、まあ、いうふうに、思うわけであります。